女軍の墓城山城は、岡山県岡山市南区浅間川と玉野市宇都議、洋吉、木目にまたがる、標高300メートルの城山山頂にあった、日本の城石である、岡山市指定史跡及び玉野市指定史跡。城山城は、文明年間に、備中の戦国大名、三村氏の隕石である上野氏によって築かれたとされるが、詳細については不明である。以後、 備中上野氏の居城となった。上野被前森高徳が備中上野氏最後の当主となった。天正三年毛利氏により攻撃を受けた三村氏、一族最後の居城が上山城であり、上山城は毛利氏の軍勢に取り囲まれ上野隆則は城内で自害したが、上野隆則の妻である鶴姫は武家に生まれた女としての信念を貫き、木内の次女十四名を引き、 城外の毛利軍に突撃した。鶴姫は毛利軍の武将である、のみ宗勝に一騎打ちを挑むが、のみ宗勝はそれを拒否し、思わぬ奇襲に乱れた軍を立て直した。鶴姫は再度城内に戻り、自害した。豊臣時代には、浮北秀家の所領となり、戸川秀康が城主となった。山六には、秀康の墓と遺廃所ともはや指導がある。 慶長五年の関ヶ原の戦いで、浮田氏が海域となり、小早川秀明が当地の漁師となると、その家臣の池正敏が上司となった。慶長八年、小早川秀明が病死し、海域となると、池田忠次の所領となり忠次はこの城を廃城とした。現在、城山に城は現存しておらず、城石として案内されている。また、山頂付近には、 鶴姫や次女たちを祀る墓が34基あり、女軍の墓として紹介されている。城石は、玉野市側が1964年6月25日に、岡山市側が2010年7月27日に、おのの指定史跡となっている。城山山頂からは、小島湖、小島湾から岡山市街地までを見渡せ、晴れた時には、瀬戸大橋も見えるなど景観は、とても良い。 登山道、車道も整備されており、頂上まで登ることが可能。ありがとうございます。